久保川駅は、高知県高岡郡四万都町琴平町にある、四国旅客鉄道、土佐黒潮鉄道の駅である。駅番号は、JR 四国が K26、土佐黒潮鉄道が TK26。標高210メートル。四万都町の代表駅であり、全特急列車が停車する。観光特急列車、心座四国土佐時代の夜明けの物語は当駅で、折り返す。 JR 四国の土産線と、土佐路塩鉄道の中村線の2路線が乗り入れ、土産線は当駅が終点、中村線は当駅が起点である。また、一駅隣の若い駅を線路名称上の起点とする JR 四国予土線の列車もすべて中村線経由で当駅まで乗り入れているため、事実上3路線の接続駅となっている。 1951年11月12日に日本国有鉄道土産線の終着駅として開業し、その事実上の延長として、中村線が1963年12月18日と1970年10月1日の2回に分けて開業した。中村線を土産本線の一部とせず独立させたことが赤字83線、特定地方交通線に指定される原因となり、 国鉄分割民営化後の1988年4月1日に中村線は土佐黒潮鉄道に移管された。土産線の特急列車は当駅で折り返す、志国土佐時代の夜明けの物語以外の旧往復すべてが中村線と相互直通運転を行っており、乗務員は当駅で交代する。なお、普通列車の直通運転は行われておらず、 すべて当たり駅で乗り換えとなっており、須崎、高知行と中村、つくも行の最終列車は18時半台、宇和島行最終列車に至っては17時半台と非常に早い。地上駅。JR 四国と土佐黒潮鉄道の駅舎は別々になっており、土産線から中村線への乗り換え時のみ、校内のホームにある中間改札が使用される。 終日社員配置駅。ただし、四万トロッコ運転日では、駅係員が四万トロッコの入れ替え作業に従事するため、12時台は一時的に窓口が閉鎖される。緑の窓口、自動券売機設置。土佐シオ鉄道の乗車券類は発売しないが、和解接続予度線連絡乗車券は当駅の窓口、券売機でも発売している。ただし、和解駅は、 土佐黒潮鉄道の管轄駅であるため、同駅で下車する場合は、土佐黒潮鉄道の窓口で乗車券を購入する必要があるほか、青春18切符利用者で当駅から乗車して、淀ド線家路川駅園に向かう場合も、同様に土佐黒潮鉄道の久保川、和海駅間の乗車券が必要となる。駅舎は平屋建てで、 単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線の計二面三線を有する。駅舎とホームとの間は、湖泉橋で連絡する。特急列車は2.3番乗り場、島んトロッコも含めた宇和島方面の列車は単式ホームの4番乗り場から発車する。日中は2番乗り場に普通列車が1両止まっている。 かつてキオスクが営業していたが2016年6月24日をもって閉店した。観光列車、心国と佐時代の夜明けの物語運行開始に合わせて駅舎内が改装され、喫茶店が営業している。簡易委託駅。早朝、夜間は駅員不在となる。自動券売機などの設備はない。駅舎は2階建てで、JR 四国の駅舎の北隣にある。 ホームは一番乗り場で、単式ホーム一面一線を有する。このホームに停車する列車は、中村、宿ク方面行きの普通列車のみである。なお、夜間は三両の普通列車が一番乗り場に白する。一番乗り場は、JR 四国とは、線路がつながっていないため、TKT と JR を直通する、特急列車は、JR ホームに発着する。 他にも留置線が4番線の向こう側に、引き上線が中村方面側に設けられている。ありがとうございます。